安岡勝也1月22日から1942年8月2日は日本の建築家。三菱の丸の内赤レンガオフィス街の設計を行ったほか、先駆的な住宅設計で知られる東京生まれ。1900年、東京帝国大学工科大学建築学科を卒業、工科大学では学長であった達野金吾に指示した。 岩崎や深川別邸、池野御茶屋、岩崎久屋が社長を務める三菱合資会社に入社する。三菱は1889年に、明治政府より、丸の内の一括払い下げを受けており、丸の内建築所設置、除災やコンドルによって、1894年、三菱一号館が竣工した。安岡は、曽根達像の下で丸の内赤レンガ街の設計に、 携わるが、3年で三菱を退社し、帝国大学の大学院に再入学する。卒業後、三菱に再入社、その1年後の1906年には定年退社した、曽根達造の公認の技師長に29歳の若さで就任した。丸の内、一丁ロンドンの設計の葬式を取り、安岡によってそれは完成された。安岡は、三菱八から、 三菱21号館までの設計を行い、特に三菱14号館は日本初の鉄筋コンクリート構造を用いた。丸の内以外では佐賀県唐津市に三菱合資会社長崎支店唐津出張所、三菱銀行大阪支店などを手掛けた。赤レンガや鉄筋コンクリート作りのオフィス設計だけでなく住宅設計に関心が向かい、 大熊重信邸の西洋館では日本で初めてのシステムキッチンを導入した。1908年から1909年に欧米視察を行い、帰国後は岩崎家が英国からの国賓をもてなす施設として、深川に岩崎矢之助深川別邸、池部茶邸を設計した。清澄庭園内にある両邸がそれで東京都選定歴史的建造物となっている。 985銀行本店級、山吉デパート1912年、三菱を退社し、翌年、東京市京橋区銀座に安岡克也建築事務所を設立する。藤井浩二らの先輩として先駆的な住宅設計や、勃興してきた中山階級を対象にした、住宅設計の書籍の著述などを意欲的に言った。この時期の代表作とされるのが、 川越四部作と称される埼玉県川越市の一連の建築で一つを除いて現存していることから極めて価値がある。安岡は川越の豪商山崎貸しの地具を得てまず1915年に川越町地区銀行本店を設計1918年には安岡の代表作となる第85銀行本店を設計した。これは 埼玉理想な銀行川越支店として現存し、埼玉県における国の登録有形文化財登録第1号となった。1926年には、スキヤ作りの和室が融合された、ホール形式の洋館、山崎家別邸を設計したに登録。安岡は晩年は、茶室建築の研究に没頭した。1936年、埼玉県最初のデパートである、 山吉デパートを設計した。これが四部作の最後で、安岡の遺作ともなった。独立後の作品として、他には、三菱合紙会社若松支店や、長崎次郎書店、中央公論者創設者の浅田駒之助邸など数件現存する。川越市立博物館 2012P14、漢方第五千百六号、明治三十三年七月十一日。 P153 キウギャラリー9山崎家、別邸川越市役所。ありがとうございます。